はい、皆さんこんにちは。守りの名手セノンプレゼンツプロ野球 OB クラブチャンネルです。本日は好評企画、OB クラブ公認の大人気スマホゲームコナミさんのプロ野球スピーチエース企画を行っていきたいと思います。早速ですけれどもゲストのご紹介です。元中日ドラゴンズ山本昌さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども山本さん、はい、プロ野球スピリッツはご存知ですか？もちろん知ってますよ。もうね、ずいぶん前から結構ね、選手とかね、楽しんでる選手多いですし、まあ、CM もね、結構豪華なメンバーやってますね。各チームの主力がね、はい、やってるんで、まあ、もうずいぶん経つけど、まだまだね、すごく、こういうゲームってのはこう進化させてるんでしょうから、ユーザーさん多いですよね。そうですね、今すごく多くてですね、まあ、OB 配信という形で OB クラブも協力させていただいてるんですけれども、まあ、この3月にですね、ゲーム内のまあガチャというその選手を獲得するみたいなコーナーあるんですけれども、はい、まあ、そこで、山本さんが登場されましたけど、なんかその時に反響とかって周りからありました？出たかなりありましたね。はい、僕の知り合いの方もS 引いたよとかね、はい、A は引けたとか、ね、あ、なるほど、そういう話をしてくれる方も いましたし、はい、まあ、僕のツイッターなんかにもね、はい、引きましたとかね、そういうことを言ってくれる方もいましたので、あ、なるほど、まあ、そう考えると、まあ、ちょっとね、はい、調べさせてもらったら、僕自身はね、はい、ずっとプレーはしてないんですけど、はい、もちろんやったことはあるんです、はい、わけですけども、調べたらなんか OB の何人かの、はい、こうスペシャルで入ってくるのに、そうですね、選んでいただいたところでね、非常に光栄に。そして欲しいという方がすごく多い、はい、ということも聞きまして、喜んでます。あ、はい、やっぱり周りからの反響も大きかったということで、そうですね、はい、一人の人はね、僕たまったポイントでガチャ引いたら引きました、ね、はい、そうですね、結構こうゲームの中で使うやつがあるんですね、はい、そういうのが、はい、なんかそれでね、すぐ出ましたね、あ、すぐ出ましたという方もいましたね。そうか、ついてるのかな。ついてますね。なかなか多分その S ランクっていう、まあ、これから見ていくんですけども、うん、強い能力の山本さんが当てるっていうのはなかなか大変だというところでですね、うん、まあ、運良かった方がいらっしゃったということで、早速ですね、その能力、山本さんの、まあ、S ランクの能力、一番高い能力のパラメーターですね、パラメーターですね、はい、なって、見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、こちら投手の基本能力っていうことで、なっていて、まあ、球威、制球、スタミナともに A という、なかなかこれ現役も多分菅野投手ぐらいしかあんまりいないような、ああ、これはもう全部 A っていうのはいないんですね。なかなかいない。平均点がいいですね、スタミナと制球と球威の ね、こういうふうにやってもらえてすごく嬉しいなっていうね。これマックスにするとこの値ということ、そういうことですね、一番レベルをマックスにするとこの値っていうことで、なかなかこのここまでっていうのがなかなかいないので、ね、まさにこのこれ94年の、ね、はい、データなんですけども、はい、この写真も本当に94年ですね。あ、この写真も実際に、はい、ユニフォームの着方とか、なるほど、グローブとか見ると94年だなというふうに思います。あ、なるほど。まあ、こういったすごく強い能力なんですけども、特にちょっと聞いていきたいのが、はい、前回川崎健次郎さんでやった時もですね、好評いただいたんですけれども、球種の部分なんですね、うんうん、これ、まあ、94年の能力、先ほど言われたようになんですけれども、まあ、ストレート A 138キロ、うん、でスクリュー116キロでスライダー120キロカーブ108キロということで、投げてた球種自体っていうのは、まあ、大体こんな感じだったかなっていうイメージですかね。まあ、ほとんどこんな感じで、あとはまあそのスクリューじゃなくてね、ちょっとシュートかけたり、シュートという球種じゃないんですけども、うこう速いシュート系のボール、ストレートより 5,6 キロ遅いボールっていうのは投げてましたね。実際、まあ、ほとんどは、スクリューが多かったですけど、スクリュー系のボールだっていうことで、はい、すごいですね、この意外とカーブが、はい、なんかプレイした方に聞くと、はい、カーブが厄介だって聞くんですよね。結構ってますけどね、緩急があってっていうところなんですけど、はい、じゃ早速今ちょっとお話にあったスクリューなんですけれども、うん、まあ、やっぱり山本さんといえば代名詞というかですね、うん、スクリュー代名詞というところで、まあ、本当こういう強い能力になってるんですけれども、よければですね、ちょっと今日ボールありますので、はい、握り方とかですね、見せていただければなというふうに。握りはね、僕はスクリューはもう、こう縦にこの、はい、このいね、縫い目のつながってる方を、はい、こう手のひらの方に置いて、このこちら側にひねるので、はい、ちょっとね、こういうか、だから縫い目はそうですね、左側に、両方とも左側に寄せて
縫い目を握って、コツはですね、これ投げるコツっていうのはこう、中指が大事なんで、中指でちょっとこう、押し込む感じになりますね。人差し指というか、中指でこう、最後こう押し出していく。はい、これ人差し指がね、あんま使っちゃうとボールスピードついちゃうんで、中指でこう、最後、回転かける。かけるっていうようなイメージ。だチェンジアップと違うのは、はい、このチェンジアップって結構こう、回転ってあんま考えてないんですよ。とにかく抜くというね。抜くイメージ。こういうことなんですけども、はい、やっぱりボールに回転かけた方が、やっぱりね、こう、まあ、意思が伝わるというか、コントロールをつくっていうのは、やっぱりこう自分で最後、指でコントロールつけるのに回転かけてるっていう。はい、もうブーってこう、無回転のボールってなかなかコントロール難しいんですよ。そうですね。だからその、自分で回転かけて、その、変化量も調整できるし、そこに投げる最後までこう意思を伝えるというね、ところのでこのすごく中指は大事にしてましたね。そこがポイントだったっていうところですね。そうですね、はい、今言ったちょっとその浅いシュートみたいな球っていうのも近いような握りになるんですか？そうですね、シュートはもうとにかくこう、あんまりこう抜くんじゃなくて握りは同じなんですけども、結構こうストレートに近い感じで投げてましたね。投げ方の意識というかそちらの方が、そうですね、シュート系のボールってシュートに関してはもう左のインコースにね、こう詰まらせたい時とか、そういう時によく、少し強めでシュート、投げてましたね。はい、やっぱり前回の川崎さんもやっぱシュートのピッチャーだったんですけども、やっぱりそういう意識でというか右バッターですね、逆に右バッターの意識、あと逆にカットボールとかスライダーをやっぱ左バッターの内側にっていうような意識だったという、そうですね、小さい変化っていうのね、はい、そうしてました、そういう意識だったというようなところで、ありがとうございます。あとですね、まさんというか大イメージのこのまっすぐ130キロ台でも、バッターが速いというふうによく高橋由伸さんがテレビでも言ってたりとかですね、僕もこの間檜山さん、檜山さんとこの間お会いした時にですね、一番速かったピッチャーって誰ですかって言ったら、もうダントツ山本昌さんって言ってましたんで、ね、確かにね、檜山君はね、僕ね、どうだろう、対戦成績で言うとね、ほんの数本しか打たれてないんですよ。そう言ってました、本人も多分、何年間かはヒット打たれてないんですよ、対戦し始めてね。あと清水君かな、ジャイアンツ清水君もそうだし、5年ぐらいノーヒットで、あとね、稲葉君もあんまり打たれてないんですね。やっぱりそういうイメージがすごくあるというか、左バッターですよね、はい、あと駒田さんはもういつももう参りましたって参りましたと通算成績1割台なんで、名球会入ってるのね、そうですね、毎年3割打ってるバッターから、その1割台っていうのはこうなかなか、そうですよね、はい、やっぱ左には強かったのかなっていう感じします。まっすぐ投げる上で、今その変化球の話に出たんですけど、まっすぐでは意識してたことって何かあるんですか？まっすぐはでも左右の、左右ですね、こうコントロールというか、まっすぐ投げる練習なんかしてる時でも、やっぱりこう真ん中に入んない練習っていうのはしてましたので、真ん中に投げるっていうのは難しかったですね。あ、逆に真ん中に投げるっていうのは難しいなっていう。だからもうね、3ボールぐらいから真ん中狙うと、ね、逆にコースをしっかり狙った方が、ストライクになることが多かったんですけどね、コース狙って、こう少し、甘く投げようかなっていうのが、ストライクの投げ方だった気がしますね。真ん中狙って投げるとストライク入んないですね。逆に入らないなっていうようなところがあったと。はい。実際に今、この流れでですね、見ていくと、このストレート A と、プラスですね、この伸び20丸って、これ特殊能力という、特に何かこういう場面があった時に発揮されるような能力なんですけども、この伸び20丸っていうのが一番こう強い特殊能力ですね。なってまして、で、その後にコントロールと援護っていうような特殊能力ついてるんですけども、パッと見てみて、なんか一応他にですね、こういったものがありますということは用意させていただいたんですけれども、ご自身のなんか成績とかを見ていただいた上で、なんかこうピッチャーの特殊能力で増やしたらこういうのあったらいいのかなっていうのは、自分はこれもついててもいいんじゃないっていうのはありましたら。キレとかね。キレ、はい、安定感はないんですけどね、でも、こう、援護っていうのがつくとすごいね、同じチームの打率が上がるんですよね。はい、そうです。バッターの方の能力が上がるというような能力になってまして。いや、でも、あと、キレぐらいですね。ああ、キレぐらいですかね。はい、こんだけ。やっぱり伸びがイメージとしては、やっぱり山本さん、イメージが強いのかなというか、その、まっすぐの先のイメージですね。そうですね。はい。そう言っていただけると、はい、自分投げてる、僕自身は、自分の、投げるボール、バッターボックス立ったことないんで。そうですね。ちょっと、わかんないんですけど、はい。こういうようなところで、
まあ、今先ほど言われたように最後で見ていきたいのがですね、まあ言ったように94年の成績ですね、こちら、ね、はい、まあ、沢村賞を取られた、時の成績で、まあ、リーグ最多勝、最多の19勝を挙げ、今中とともに投手陣の中心として活躍、リーグトップタイの14完投を記録し、フル回転の働きを見せたというような寸評になっているんですけれども、そうですね、これね、10.8 の年なんです、そうですね、ですけど印象深いのはやっぱり 10.、まあ、まあ、今年はね、はい、印象深いのは、まあ、もちろん 10.8 ってのはね、はい、おそらくあんな試合っていうのはもう何十年に1回の試合でしょうから、はい、すごく印象にありますけども、はい、まあ、この成績見てね、はい、一つこの防御率 3.4 ってあるでしょ、はい、4球、はい、これはね実は理由があるんですよ、はい、理由がある、はい、はい、これね1試合でねこれ9点取られた試合があるんです、あ、1試合9失点、はい、だからそのもう 0.5 以上上がっちゃうんですよね。そうですね。200イニング近く。あ、投げていい。投げて、あ、200イニング超えてたんですよ、この時は。200イニング超えてるので、9点取られると、もう 0.5 近く、防御率が上がっちゃうんですけども、はい、その時は、はい、なぜそうなったか。ちょうどね、11対何で勝ってて。ああ、もう、大勝ムードで。大勝最終回行って、なんか知んないけど、打たれたんですよ。最後に。一気に、はい。ただ当時ね、ドラゴンズはね、抑えピッチャーっていうのは決まってなくて、だから僕と今中が投げるとき、完投前提なんですよ。もう前提ですね、はい、もう点差もあるんで、はい、誰も用意してない。だから11対ね、10失点だったかな。最後10対11で終わったっていう。もうしかも最後、9回2アウトで変わってるんですよ。結局最後変わった、ね。いや、もう早く変えろって言ってそこで9失点だから10失点して、この防御率がこれだけ上がって、それはね、10点取り返すのはね、1点下げようと思ったら100人に90回になれる。そうですね。そうですね、確かに。そうですね。はい、だそう考えると、あれがあったんですよ、これ防御率がね、これ2点台だったらかっこよかったんですけども、そうですね、まあ、イニング、まあ、214投げて、ただこの年は、すごく僕の時は援護があって、まあ、確かに援護。さっきの、はい。僕の時はよく打ってくれてね、うん、だから僕もどっちかというとピシャッといくというよりも、はい、試合勝つというピッチャーだったので、うん、その1点ならね、1点守るとか、うん、5点取ってもらったら3点取られてもいいやとかね、そういうので、よく打ってもらってたんで、なんか勝ち星は上がってるんですけど、防御率はね、ずっと良くなくて、ね、うん、まあ、特にその試合でゴーンって1回ね、4点台まで上がってるんですよ。そのいつも10失点の試合で、はい、4点中盤ぐらいまで、最後僕ね、これね、結構連勝で上がったんですよね。多分 10.8 の前の 10.6 ですか、山本さん投げられた、はい、僕最後ね、あまりがね、多分6、7連勝してなくなったんです。で、最後その19勝目というか、はい、上げてっていう、まあ、そこでだいぶ防御率も下げて、まあ、だんだん最後下げてって。この3.4ってすごく、だってこれ僕の生涯防御率とそう変わんないんで、ね、はい、そんなに変わらない防御率だった。はい、だからまあ、大した防御率じゃないんですけども、まあ、その10失点なら9失点があったってことでね。なるほど。あれがなければね、もうちょっと上がったのかなって。もうちょっとパラメータも上がったんじゃないかなと。いうふうには思いますけども。ただまあ、この年ね、前の年も最多勝を取らせてもらってて、前の年は防御率が 2.1。そうですね。前半ですね。前半で大体取ってるんですけども。はい、前半ですね、ただ、9月に入って鎖骨骨折してね、1ヶ月投げれなくて、ダメだったんで。なんかその前年と今年、この年の合わせ技で3連勝みたいな。なるほど、はい。そのイメージ、前年のイメージと、前年、今中さんですね。前年は今中君が取りましたけども、はい、その辺で取らせてもらったのかなという感じで、はい、94年のイメージ。うん、ただまあ、こうやって、まあ、防御率悪いですけども、はい、先ほど出したパラメーターとか、はい、自分の能力値を見ると、はい、よく評価していただいたり、なんかこの50歳までやったご褒美かな、ありがたいなと思いますけどね。はい、で今ちょっとお話に上がった最後にですね、ちょっと同じような時代をまあ一緒に投げてた選手ですね、うん、まあ、今で名前出ました今中さん、はい、多分この辺りにそのどんな能力かっていうのは出てるんですけれども、うん、今中さん、まあ、今お手元に山本さん見ていらっしゃると思うんですけど、うん、この能力山本さんと比べると若干今中さんの方が多分若干こう落ちる部分にはあるんですけど、どうですか、見られて自分の方が。いや今中さんっていうか、まあいい、今中君の能力っていうのはもう本当桁違いですよね。その今ねスピードボール投げるピッチャーっていますけど、彼の場合はねコントロールとか、まあ、変化球、まっすぐのキレ、そういうものすべて含めてね、本当に
すごかったんで、うん、総合的な部分で、おそらく今の時代だと、おそらく通信とか投げたらね、もっともっと手強い、ピッチャーだと思いますね、他球団に関してはね。手元の曲がりような。そう考えると、もっともっと高くてもいいんじゃないかなっていう、今中さんの能力はもうちょっと高くていいんじゃないかなというような。あとね、この吉見君もありますけど、はい、まあ、吉見に関してはね、本当にコントロール良かったし、はい、それこそ相手のね、エースキラーなんですよ。あー、エース対エースの投げ合いでは負けなかったんですね。だからもう僕はね、いつもよくね、広島戦でね、前剣君と投げてる、吉見対前剣っていうのはすごく多かったんですけど、はい、前剣が一回も勝てなかったですよね。確かに印象、そうですね、吉見さんの印象といえば結構やっぱそういう試合に強いっていう、そう、エース対決は負けないっていう、はい、まあ、そういうね、あとは本当に非常に彼のこうプライドの高さ、ね、こうエースのこう誇りみたいなものを、普段から持ってるんで、そう考えると、まあ、吉見もね、まあ、でもコントロールはね、はい、いいですね、86というかなり高いです、かなり高いので、はい、まあ、まあ、スタミナもありましたし、まあ、でも真っすぐに関してはでもこの吉見君っていうのはストレートが低めに来るんですよ。あ、低いところにしっかり打ちとくっていう、やっぱり素晴らしいところであったんで、うん、そう考えるとね、まあ、この2人より少し能力が上手だという、はい、上手ですね、申し訳ないから、はいはい、上手な能力という感じで、はい、50までやらせてもらったんで、はい、ちょっと失礼して多いだったかなというところで、はい、まあ、そういった形ですね、まあ、いろんなご自身の能力、また、今中さんだったり吉見さんだったりですね、当時のメンバーのお話もしていただきました。これまで川崎さんだったり岩瀬さんだったりですね、ご自身の操作ということで、していただいたんですけれども、今回ちょっと新たな企画をちょっと次回、やっていきたいと思います。今この収録日ですね、運よく今この山本さんのガチャといわれるその選手を引くようなものですね、そちらがちょっと出ておりますので、まあ、題してちょっと山本さんがガチャ引いたら自分を引けるのかということで、そう皆さん一生懸命なんか出そうとして頑張ってね、はい、小遣いはたいた人もいてるみたいなんですけども、はい、なんで何名かしか引けないんですか。そうですね、とりあえず今現時点では6回を予定しております。今6回を10個ぐらい引きましょうよまあ、6回でも出たら不思議だ、はい、出たらすごいと思うんですけども、はいはい、そういった形ですね、次回そういった企画を、やっていきたいと思います。はい、ということでですね、第1回目に関しては、いつもやってます、こういった能力についてということでお伺いさせていただきました。今回の、プロスピ配信以上になります。ご覧いただきました皆様、ぜひですね、次回もありますので OB クラブチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。大阪も最後一言お願いいたします。はい、僕もね、いつかプレーしなきゃいけないなと思ってた時に自分が出たんでね、はい、ちょっと、まあ、やり始めるのは簡単なので、ね、はいはいはい、ダウンロードして、はいはい、やるだけですから、はい、あとは僕の場合ハマり症なので、そのすごい課金しそうだなっていうのはちょっと心配です、はい、そこだけ心配です。わかりました。すいません、では、ここで、第1回目配信以上となります。次回もご期待ください。それでは、第1回目ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。